ゴルフのクラブ、例えば野球のバットで、まあ剣道で言えば竹刀、それとラケット、道具を振るっていう競技において、やっぱどこの競技見てもやはり気になるのは道具を振る技術は言ってるんですね。じゃなくて振る元の体がどういうふうに動いてるか、これが変わらないと、この動きの質から振ってるんで、要するにこう見ると自分はこの骨格に着目してるんですが、骨格でいうと腕、それとか足っていう振り物がついてるんですね。で、それをどう振ってるかっていうところ、それで頭も振るときに必ず関係してきます。だからこういう部分がどういうふうに、日常生活で振られてるか。で、その時に見るのが二足歩行。歩くときにどう足を振ってるのか、どう腕を振ってるのか。これを大体歩くとこで見ます。で、この方はどういうふうに歩いてるかな。要するにここから肘から先だけで歩く動作をしてるかな。こういうふうに歩いてる人ね。こうやって歩く人。それとか、こうやって歩く人。いろいろいますね。なんで振り方にやっぱりその人の動きの質が現れる。なんで、まずは自分の体、骨格、振りどころ、腕、足の振りどころがどういうふうに振れてるかっていうのをやっぱり大切にして見直さないと、その道具を振るって言ってもやはり理想的に振れないんじゃないか。なんで根っこ振りどころが違うから、その違いによってもすでに先生と生徒では違う。その状態で先生がこういうふうに振りなさいって言ってもこういうふうにはできないんですね。真似しようと思っても真似できない。だからそういうとこ見直すとこが大切だなと思ってますね。もう今例えば段位とか成績とか、強さとかそういうのを上に行ってる人もそれを見直すことによってさらにっていうふうなとこが見えてくると思います。だから今の状態でできてる。これもしかしたら振りどころ振り方が悪いのに、悪いというか不自然なのに、もっと自然にできるのに、今やってるのが自分の自然と思ってそのままやって、無理してそれを体現している可能性。そうするとその先で出てくるのはやっぱり体に無理がかかってるんで、痛みとして出てきますね。不都合。不都合が出る前にそれに気づくことによって選手生命も長くなる。それと、そういう痛みと戦いながらやることはなくなる。そういうことでいい方向に行くと思いますね。じゃあ例えば振りどころはどこか。これはだんだん遡っていくんですね。例えば、構え、こういう竹刀を振ります。まあ、今狭いからこれですけど、この竹刀を振る。例えばここでちょっと振り上げる。このちょこっと上げるでも、ちょこっと上げた時に何も体と連動してなかったら、これただ単に手先で振ってるんですね。で、きちっとこれが一体化して振れてると、振り上げることによって勝手に前に出ちゃうんですね。だから勝手に振り上げたら前に出て、振り下ろしたら前に出る。これが前に出るときに竹刀が前に運ばれ、さらに振り下ろすときに前に運ばれる。要するに竹刀に引かれるっていう、引っ張られるように、もしくはそういうふうに振る体は前に進もうとしてるっていう、2つの作用で前に出れる。重心を考えることによってそれが成り立つわけそうですね。これが要するに、フライングディスク効果って昔お話ししたんですけど、こういうフライングディスクを飛ばそうとした時に、こいつにこの回転を起こさないと飛ばないですね。でも回転を起こすのは、こうは回転を起こしてないですね。このずれたところに、こう、ここに回転を加えてるんです。だから前に飛ぶ。これが分かりやすいのが、これちょっと子供の昔にちっちゃい頃の蓋で、これ分かりやすいなと思った。これの中心、飛ばないです。けど、ここからずれたところ、中心からずれたここを回すと飛ぶんです。これがフライングディスク効果ですね。だからフライングディスク効果をすると、これで言うとこう重心、ここだとそれは全然動きません。けど、ここに回転、右手と左手を入れ替える。ここにコンパスの回すとこをつける。で、ここに針がある。そうするとこれを前にちゃう。だから例えば座ってる時に開けると立っちゃうんですね。そういうふうな作用が起こせる、この連動性。
ていうのが大切で、でこの連動性はこの竹刀も重心を中心に回すんじゃなくて、そこから外れたところから回すことによって重心で回る物体の運動原理、運動特性、形状特性ですね、形状運動特性は必ず重心で回ろうとします。で、竹刀の場合は刀と違うので棒状になってるんで、このまま上げればここで上がるという運動特性と、あとこっち方向で回るという運動特性と、飛ぶ、この3つの運動特性があるんですね。この3つをうまいこと使うとふっと上げる、そうすると重心で回る回る、でそこで例えば技をかけるときはこれ回転しますね、上げると回転っていうこの 2つが加わることによってスッとこれ出るんですね。で刀の場合は平たいんで翻る原理があるんですね。翻るも特性持ってます。それとあと反ってるんで翻りが二重で翻りやすいんですね、刀は。でも竹刀っていうのは翻りっていうことが起きないので回転加えないといけない。それとこの軸とこの軸の運動性を融合するとこうなる。だからそういうふうな連動性を考えながら振るっていうことが大切ですね。骨っていうのはこう硬い物質になってますね。これが道具です。それを筋肉で動かして形作ってます。なので例えばさっき竹刀を上げたら立ちましたね。例えばこの前腕、肘を中心に上げるとこれ全然動きません。というのは何でかって言ったら、ここの重心、手を入れた重心を振り回してるだけなんです。ここで回転を起こしてないですね。で例えば竹刀でもここの回転を起こさず、これ重心を振り回してるんです。この回転作用がないんです。この回転作用を起こしながら上げるということは、ここで手をパッと上げるでも、ここの回転作用、これをこの回転作用をこの関節を曲げるというもので、これを回そうとすると立っちゃうんですね。だからこれでふっと立ってこっちに行こうとさすっとこっちに行ける。だからこれはその操作をすると体が勝手に動いちゃう。いろんな運動性の運動の連動性が出てくるんですね。だからこう動いたところから形全体ですから、例えば部分をこう回そうとしても、これを回す 全体で動かしてるんですね、これ。でね、これ簡単なやり方っていうのは、筋肉でいうとみんな縮める側を意識するんです。で手動筋と拮抗筋ってありますね。伸びる側、伸びる側ってなんか休んでる感じあるじゃないですか。で手動筋が働いてるとこっちが休んで、働いて休んでみたいなと、今度はこっちが縮んで休んで、お互いにね働いてるんです。筋繊維は自分の感覚で言うと、縮む方は仕事してるようだから仕事してるんですけど、伸びてる方は伸びる仕事してるんですね。だから筋繊維も伸びるっていう仕事があるから、これがこことここが入れ替わるんです。だからそういうふうにしていくと、これで言うと右手、これを腕とするとこっちが縮める筋肉ですね。でこの裏についてるこの筋肉、これが伸びてる。だから縮むと伸びを一緒にすればいい。そうするとこれが分かりやすい。その時にこの力が通りながらここが回るって感じ。これだと筋通ってないですよね。必ず筋、こっちも飛ぶよ、回るよ、飛ぶ回るよ、融合って感じ。これが竹刀を振り上げる時で、さらに今度は振り下ろす時は伸ばす時、こっちが縮んで前が伸びます、こっちが縮んで前が伸びます。だからここからこうやるだけの腕るんですね、なんでそういうふうな感じでやっていくと、前に出るっていうのは足で運ぶんではなくて、上げたら出ちゃう、下ろすと出ちゃう、勝手にタイミングが合うんですね。だから前にちょこっとお話ししたその一本、腕が一本で引くと出る、今度こっちを引くと出る、必ずこういう入れ替えがある。ループというか、ループですね。これがこういうふうにつながってるから、こうで、この入れ替えをしているのは裏方さんの大切な肩甲骨さんです。これが動くことによってこういうふうに出入りしてるんですね、だから振るのは、竹刀を振るときに大切なのは、
ここだけ振ってると上がらないですね。これ肘支点。でも伸ばそうとすると、これ上腕も動いてるんですね。これだけだと肘先、これだけだとスナップスナップだったら手先で振っちゃう。そうするとそこ痛めちゃう。肘先で行っちゃう。肘痛めちゃう。うん。じゃなくてフッと出る。それも全身で出る。そうすると腕全体が変形することによって連動してますから。これが舌と連動して骨盤と連動すればスッとこう出ている。ここからこの形っていう状態に勝手になるんですね。で、ここの状態からこの状態とか、そういうふうな状態になってくるので、とてもこの腕が連動する、一本というのは大切。で、その腕っていうものは舌と連動している。うん。これ本来連動してるんで、その使い方したら多分連動してきます。うん。で、その連動ってどうなんだろう。あ、なんか連動するな。これって何だろう。例えばすごく動き良かったな。その時連動してたんですよ、奇跡的に。で、あの連動何なんだってことなんですよ。で、それが自分が動きを、その道理探求を始めた入り口ですね。調子いい時と悪い時なんだ。で、それで連動を骨格っていうものに着目して、その2000年に探求を始めて、2001年2年で見つけたのがこの骨格の連動。それが動く骨に書いてる骨格連動、体幹内層で、体幹って言っても体幹の中、骨格っていう意味で言ったんですね。で、骨格で見ると区分もはっきりするんですね。どこどこと節が分かるから。で、骨と節っていうのが分かることによって、そういう連動が分かってくる。で、そういう時に大切な球体関節は必ず連動するってことですね。球体関節ってちょっと指し示してもらうことできますか？球体関節はそこから見るとここですね。これが肩関節、はい、で、これが股関節、はい、で、この位置をまずみんな勘違いしてます、はい、股関節のここを意識できてないです。例えば皆さん股関節どこ行った、ここで刺すのはここなんですね。こう出っ張ってるとか、ここなんです。まあ、筋肉ついてるこの辺です。か、ここって言ったらここですね。ここって分かりにくいんですよ。これは鼠径ラインがあって、自分を半分にして鼠径ラインがあって、この半分の鼠径ラインのこの奥なんです。このぐらいなんです。そうすると股関節の幅ってすごい狭いんです。このくらい。そうするとここだと思うとすんごい大きくなるんです。でも、ここだと自分の幅ここなんで、この球体関節幅が操作幅ですから、うん、だからこのままスッと動かせるし、パッと変えれるし。だから体さばきのポイントは、足さばき体さばきのポイントは、この股関節位置っていうのはすごく大切になりますね。それと股関節はもう一つは、前、どうしても股っていうから、またっていうから、なんか前側のような意味ですんですよ。どうしても意識は前にあるから、そうすると前から意識すると動きって縮こまるんですよ。でも、ここの骨盤見てください。ここの境目から前、ここの境目から後ろとしたときに、これ後ろの面ですね。後ろ面に折るんですよ。ということは、股関節はお尻側なんです。だから、この奥のお尻の奥、こう思った方、お尻の関節と思うと全然違います。前の関節って前に乗っちゃうんですけど、お尻の関節で裏に全部隠れてるんですね。肩甲骨も骨盤も裏意識、お尻意識、肩の球体関節も同じで、股関節と位置間違えてるんです。同じように皆さん肩出っ張ってるとこと思ってる、ここなんです。ここは肩関節の一部なんの一部、腱鎖関節といって、肩甲骨と鎖骨の関節の奥なんですね。これ、つながりが分かります。あ、肩甲骨、あ、終わった、ここから、あ、鎖骨、肩甲骨って触ると分かるんですよ。あ、ここにあるな、あ、ここに、あ、確かに肩甲骨と鎖骨の関節あるな。で、ここから肩甲骨ってこう出っ張りが分かりますよね。この流れ分かるんですよ。でも、ここって球体関節じゃないですね。上腕骨には、ここからつながって肩甲骨に行って、肩甲骨から上腕なんです。こういう流れになってるんですね。ということは、こいつは
言ってるのは雨宿りしてるんですね。ここが軒下にいるのが肩関節なんで、自分が思っている下なんです。それもこの下に雨宿りして隠れてるんです。だからここだと思うとガーッと、奥だと思うとスッと。だからそういう位置を間違えてるっていうのはすごく。それとあともう一つ、肩甲骨のこっちでしょうかな、こうあったら肩甲骨同じでこうありますね。ここが分割ラインとすると、これ肩甲骨の前、これ肩甲骨の後ろ、後ろ面に折るんですよ。これ後ろなんです。だから肩甲骨の後ろ側の面に肩関節はある。雨宿りして股関節も骨盤の後ろ側にある。それだけで後ろに肩、この肩甲骨ぶら下がった感じになり、よく言うこの線が通っていくんですね。そうすると結果そこに顎が収まっていくから、耳の位置も合ってくる、ここの位置が合ってくるわけですね。うん、そういう感じになりますね。